自称有識者の呪術はあと10話で終わるに対して意見を語る読者の反応集。ではどうぞ。有識者呪術回戦はあと10話ぐらいで終わる。これマジ？あと10話ぐらいでちょうど30巻らしいが、確かに少な倒したら終わろうと思えば終われるよな。有識者どこの誰だよ。有識者何者だよ。いや終わらんやろ、普通にまだ色々残ってるし。有識者 X の適当ぶっこいてるアカウント、年内に終わるって猫が言ってるから、終わるなら30巻が切り良さそうって予想だろ。長めの救済来たし伸びそうだけど、今更だけど年内って範囲広いよな。極論12月でも年内と言えるし。それ確か去年も言ってるみたいだし、今年も終わらんといてほしいな。まあ救済が多いのがでかい理由だろうけど、いつ終わるか答えを知ってる人がいると思ってるのか。来るか平安過去編、作者本人以外の有識者って誰？実際後輩育ってないから、うちらとしても引っ張ってもらわないと困るんすよね。あと一年いけません。まさか編集者？ある程度謎は回収済みだけど、あと10話で畳むには時期尚早な気もする。3年後もこの話してそう。あと10話かは知らんけど、東道ボンコツまで来てまた飛び入りスケット来るとも思えんし、少なくとも少な線はそろそろ終わるんちゃう？伏黒関連もあるしな。乙骨であと2話ぐらい使ってまた板取りで倒すのも結構かかりそう。真面目に考えると、今後絶対ある展開が最低でも五条太との戦い、板取り東道と宿儺の戦い、おそらく入る乙骨に静止の有無と藤原の血筋関係、伏黒救出作戦、宿儺が呪物化して時を渡った理由もノローグだから、とはで終わることは 100% ないと思うよ。年内に終わりますとは一度も言ったことないはず。もう一年ほどお付き合いいただけると、とうとうの猫の発言をそのまま計算すると2024年内には終わるくらいの予定なのかねって話で。ちなみに最新話から10話前が253話、草壁HQ最強回、とても終わりそうにないな。去年のジャンフェスに関してなら、次のジャンフェス時に連載してることはないみたいな言い方してたから、年内に終わらせる気はあると思うよ。もう一年お付き合いください。はい、昨年のやつ。いや、逸城との戦いと板取りとの戦いで1巻近く使うだろうし、伏黒の剣もあるし、1億呪霊いるし、エピローグ入れたら1巻は終わらんよ。1億人呪霊ってどうなったっけ？多分って良い方だし、終わりに向けて畳んでいきたいって言ったら、死滅回遊編が最終章と勘違いされたようなもんじゃね。知ってるよ。年内に終わる予想を否定してるわけじゃなく、作者が年内に終わりますとは言ってないよって意味細かいけど気になるんだ。宿儺倒したらそれもなしになるはず。まあ作家の予定ほど当てにならないもはないと思う。しょうがないと思うけどね。書いてるうちに筆が乗って描写増えることとかも多いだろうし、気にしないで満足いく結末まで書いてくれ猫。完結宣言してとんでもなく伸びた銀玉とかもあるしな。板取りの親とか1ページで終わってたような。作者は今休憩してるのはもう休みなしで駆け抜けるからかもな。多分板取り関係はまだ何かあるだろ。こういう予想ってコミックス収録は数から言うんだろうけど、最後だけ厚くしたりとか書き下ろしとかで調整できるしな。今年で終わる言ったとして、別に気が変わったから伸ばしますでいいよね。連載伸びて困るファンなんていないし、アンチは無視でいい。主要4人のうち1人死ぬか1人以外全部死ぬか、発言もだけど言ったから絶対。で、強固に守る必要もないよな。その展開なくなっても誰も困らん。別に過去の作者発言が絶対とは思わんが、根拠のない予測よりかは理由にはなるかなって感じやろ。これにそんなに終わってほしいのとか、キャラに死んでほしいのとか怒り出す人たちは、読者感情の話になってしまっているので、なんかずれてる。誰も話題に出してないけど、はかり部数ラウメもあるだろ。ジャンフェスで年内完結を匂わせてた矢印、今年中に終わらすなら30巻くらいでまとめそう。矢印なら残り10話くらいかなって予想として何もおかしくない思考回路じゃない？年内に完結させなきゃおかしいとか言ってる人はいないだろ。去年中に終わらなかったことも別に叩かれてないし、予想を確定のように話したり、一般人の予想を確定事項として鵜呑みにする人が特殊なだけで。
もし自分が編集長ならすでに完結の話数が決まってるんであれば、ヒロアカの残り5話宣言とセットで発表するかな。そしたら今まで本しか買ってなかった総務だったら今のうちに買おうと盛り上がって購買数上がりそうじゃん。終わってほしいわけじゃないけど、猫先生の体力的になかなか切羽詰まっている感じがするので、今のクライマックスから大幅に伸びるとは思わんかな。体力は気力にも通じるので、五条太でこのまま瞬殺なら終わらせられないこともないけど、とんでもなく雑に終わった作品ということになる。単行本の人か、ひとしさんやばいやつ説出るくらいなんかいろいろ出てきたぞ。別にスレ主の10巻で終わる予想を叩いてはいないのだが、単純に予定は未定で、作者が前に何言ってたとしても作者の気分次第で覆していいよね。もし覆した時前に言ってたのと違うじゃないかなんて怒ってくるやつはアンチだから無視でいいよね。現時点だと細かく気になるところはあるけど、まあギリ少な口の見せば完結できなくもなさそう。でも気になるのは途中まで少なの最後は決まってなかったらしいことだから、そんな単純な終わり方来るかなって見構えてる。中間じゃなくてあと10話の間違いや。もうこれ以上誰も傷つかない方向でのハッピーエンド望んでる税からすると、少な倒して1億総呪霊キャンセルは正直つまんねえなーって願望は最低なんだろうか。でもさ、地ならし展開のない進撃の巨人みたいにならんか。ポンコツであと2、3話使うにしても、当の少なが最終奥義見せちゃったし、これ以上引っ張りようがなさそうだから、まあありえるラインではある。体力が順調にいけば年内に終わる話数予定だったんだろうが、ここ最近大きく体調を崩したから、7月の復帰からもちょいちょい休みを確実に差し込んでくるだろうし、年内までは怪しいかもな。10話はやろうと思えばギリ完結できる塩梅ではある。その後の日本の情勢とか無視する前提だろうけど、ヒロアカみたいにキャラのエピローグとか社会情勢で引っ張るタイプに見えないんだよな。弾丸猫最終決戦終わったらあっさり締めそう。本当は単行本収録は数単位とかの制約なしで自由に描いてほしいよな。実際は大幅過失とかが発生しかねないから、そうもいかないんだろうが、言うてボンコツもそんなに引っ張らんと思うし、いや俺は乙骨好きだから一年乙骨戦やってくれても構わんけど、さすがに板取りにバトンタッチするだろ。五条太の戦いと伏黒の静止と少な戦そのものの決着とパチンコバトルの決着と呪力からの脱却云々は結局どうなるのかって話は最低限あるだろうから、10話は厳しそう。10話で締められると物足りなさそうだから、来年も連載してくれ、完結みたい気持ちがあるけど寂しい。平安編は見たいけど、まあ書かないだろうなと、イタドリブス少なの邪魔なしの怠慢だけは書いてくれ。後10話で終わるなんてめちゃくちゃソードマスターヤマトっぽくて草。伏黒関連はまだなんかやりそうだからな。あと少ながたまにごちゃごちゃ考えてることの着地もしてほしいし、たどりは多分もっと肉体変化する気がするし、1億人呪霊も何らかの方法で一瞬できそうになるくらいまでは行くんじゃないかって気がする。自分もこれだから完全に同意。まあ無難なラストで終わっても文句はないけど、自分の中の評価は凡作として着地するかな。パンダがどうなるかみたい。まあこれは本筋と関係ない場合、おまけとか単行本での追加ページとかでもしゃあないかもしれんが、つくもがいろいろ言ってたこと、そうもなりゆきみたい。一億呪霊の処理も気になるし、伏黒救済しっかりやってほしいし、平安過去もがっつり見たいし、程よく休みつつ長々続けても良いんじゃないですかね。展開でも受け入れられる。ぶっちゃけ一億呪霊は賢者が敵として動く目的づけと、少なが全員殺さずにどっか行かないようにする理由づけであって、登場はないんじゃないかな。こう言ったらなんだが、一億呪霊がっつりやるなら少な戦一年以上長々やらんやろと思うので、少な倒したら結構あっさり終わりそう。そもそも条件がプレイヤー全滅だし、何らかの形で出るとしても一瞬とかじゃないの。一億呪霊はなんかもう設定からして生まれちゃったら終わり感がすごくて、
高専側に救いが見出せなさすぎる。というか宿儺でもあんなにボロボロなのに1億呪霊と戦う戦力残ってなくない？仮に出たとしても虎杖あたりが絶命の縛り的な何かで超パワーで道連れにする展開で結果的に瞬殺されそう。連載終わったらこの盾ジャンプ盾に終了でいいよな。カテゴリー途中からいじれるんだっけ？いじれるなら鬼滅とかも収容されそうだけど、ぶいじれるだろうけど鬼滅カテとか統合してないし、カッソカソにならない限りやる気ないんじゃない？進撃カテ矢印マガジンカテとはわけが違うし、オリキャラ閲覧注意、スレダイスレもいずれ少なくなっていきそうではあるな。なんやかんやに見るしアニメ3期まで耐えるやろ。仮想通り越して廃墟の鬼滅カテもまだ残ってるし、アニメ完結までは単独カテなんじゃない？1億呪霊の登場望んでる人多いけど、強いだけで信念も何もないポットでの敵と戦って面白いか？だからその情報が原作では257話の1ページちょいの宿儺のおしゃべりでしか書かれてないって話でしょ。あれで済ませないでちゃんと書いてほしいわ。ボットでではないけど強いだけで信念ない敵というのは賢者にも宿儺にも刺さるので、1億呪霊出る展開になってもまあ今までと大差ないしいいんじゃないかなくらいの気持ち。賢者は自分が面白いもの見たいだけだし、宿儺は自分の回復回しか考えないし、で信念ある敵って自然呪霊を最後に出てこねえ。自然呪霊も自然呪霊で塔の上後の信念思想をボスに置かれてた真人がペラッペラの正義と言い捨ててたという旨味があるから、1億総呪霊は最後の最後で呪術師ブス呪霊の構図になるし悪くないと思うんだけどな。学士味というかどんな姿をしてるんだろう。って賢者的な期待があるなかったらなかったで別にいいくらいの気持ち。10話くらい、だいたい9話から99話の間。そんなの嫌だ。呪術廻戦が終わるなんて。信念なき敵以前に1億呪霊くんってそもそも自我みたいなもの持ってんの？混沌を形にしたような言葉の通じない化け物を想像してたけど、なんとなく三次元の動きをする暴走オウムの群れみたいなのを想像してた。そもそも海外に逃げた剣と子爵がいるし1億呪霊作るの無理じゃね？あいつも一応プレイヤーでしょ。メイメイさんが語った乗っ取り後のパターンとして、乙骨が五重の体に永住して生き続けられる場合は体を移動した時点で二乙骨の術式は破棄されるんだよね。それで乙骨の術式は術式理科なんだけど、今回理科ちゃんまだいるね。ということはつまりそういうことです。うっわ気がつかなかった。なんてこと気づきやがる。おい、なんでそれを言うんだよ。マジで言われるまでわからなかったのに。終わった。これ逆に乙骨復活フラグだと思った。言われてみたらそうだな。最後の悲しい雰囲気でそのこと完全に忘れてた。残念だな。おい、やだぞ。さすがに生き残ってくれ。ぶっちゃけ五条の体で生き続けるは物語的にないと鼻から思ってたから、なんか別のパターンが来ると思うよ。むしろリカちゃんが消滅するフラグだと思ってたわ。つまり乙骨の術式リカが肉体移動によって破棄されていないから、メイメイの理屈では五条の肉体永住ルートが潰れたということか。メイさんが乙骨の術式をリカじゃなく模倣と思ってる可能性は。術式が死んでないならまた別の体に入ればいいんじゃないか？うわぁ、これそれに乙骨も乗っ取った瞬間気がついたから3分でケリをつけるってことにこだわってるのか。アイパワーでなんとかなれー。いや、憶測で物を言うしかないキャラクターの言葉を真に受けても仕方なくないか？まだ何もわかってないでしょう。かもね。って言ってたから別に確定はしてねえぞ。カモネは術式破棄されて生き続けることそのものにかかってるんじゃない？生き続けるってなった場合は術式破棄されるのはまず確定なのでは。メイさんの予想全部外れるんじゃない？これな。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。